さて、あとはあそこ行ったら終わりかしらね。もしかして、あんまりここ来ないの？あんたもわかると思うけど、遠いから来るの結構めんどいのよ。頻繁に来るほど面白いことあるわけでもないしね。だから、一回である程度済ませておきたいの。運ぶのに苦労するようでもないし。まああの距離を毎日往復するってなったらなえるわな。まあ今はいいお手伝いがいるから頼むかもだけど。済まわせてもらってる以上文句言えん。あら、霊夢じゃない？あら咲夜、あんたも買い物。それ以外大した用事ないでしょここ。で、4日ぶりかしら、あなたとは。そうね。今は平和か、そっちは。あれが日常茶飯事だったら普通に終わってるわよ、いろいろと。第一印象が抜けきらねえんだよ、どうしても。本当にいろいろ起きてるわね。入った瞬間に爆発音聞こえたんだもん。ビビるわ、さすがに。何が起きたらそんなこと起こるのよ。部員の取り合いだったらしい。想像の100倍賞もなかったわ。まあでも、平和ならよしか。あなたが来るのを待ってる人もいるから、たまに墓を出しに来てよ。近いうちに行く。魔力のコントロールも練習したいしな。あんたらは二つ目も知ってるんだっけ？ああ、どっちが二つ目かはわかんないけど、能力が二つあるのは知ってるわ。物体の方は高魔館行く前の日の夢で知ったからな。こっちの方は魔力の効率悪いわけじゃなさそうなんだけどな。能力の名前だけだと便利そうに聞こえるけどね。何でもかんでも作れるわけじゃなさそうなんだよな。刀とかは割とちゃんと作れるけど、機械とかはいろいろしんどいと思う。じゃあそれもこっちでよう練習ね。あんたら、取り込もうとしてない。そんなまさか。単純にお嬢様たちが興味を持たれているだけよ。昨夜の能力は、時間を操る程度の能力、だっけ？そうよ。ちゃんと覚えてくれてるのね。記憶力はそこそこ自信があってな。にしても、能力二つが霞むくらいヤバい能力多いと思うんだけど。能力二つっていうのは、性能とかそれ以前に別の問題があってね。ほう。身体にかかる負荷が段違いなのよ、能力を二つ持ってると。だから、能力が二つあるっていうのが珍しいし、異常なの。能力の強さに関係なくね。あいつの言ってた、負荷、の話と同じなのか。まあ、一応問題なく能力を使えてるってことは、それだけ負荷に強いってことなのかしらね。聞いた話だと身体能力は高いらしいからね。迫力量の人剣ね。もうだいぶ知れ渡ってんのな。ブンブン丸新聞の力は凄まじいわね。というか、身体能力高いって負荷に強いに直結するのか。さあ、細かいところは私はわかんないわ。さて、こんなもんで終わりね。行き先同じだったなんてね。割とあるあるな気はするけどな。そういうもんかしらね。それじゃあ、また行く。何、今の。とりあえず、行くわよ。何あれ？影？感想述べてる場合じゃないわ。すぐに対処しないと。そうね。先に行くぞ。滝登り。な、再生した。危ねえな。旋風ち突破く今のが弾幕か一定かまいたち旋風さてと、再生するんならどうしようもない気がするんだけど、やれるとするなら、もうやられねえよ。突破。ここ、刹那の殺人。ふう、終わったかな。再生する気配もないし。結局疲れちまった。てか、なんだったんだあいつ。また旅、大丈夫。心配するなら火星に来て欲しかったな。それは申し訳ないわ。住民の避難してたらあんたが片付けてたから。あ、冷静に考えたらそっち先か。まあ、言い方あれだけどおとりみたいになってたから住民の被害はなかったけどね。あれなんだったの。
知らないわよ私も。今まで見たこともないわあんなの。とりあえず、もう帰るわよ。明日いろいろ整理するわ。あんたも一旦ゆっくり休みなさい。わかった。明日、レミリア連れてきてちょうだい。わかったわ。